はい、皆さんこんにちは、ワナリグリビシです。では今回は提督の決断法、PS 版のパップキットを続きをプレイしていきたいと思います。前回ですね、ヤマトを率いる主力艦隊、これを率いて、沖縄に特攻、沖縄に展開していたアメリカ軍、空母機動部隊を含め一度撤退に追い込んだんですが、依然ですね、まあ国力の差、これはもういかんともしがたいものがあるというところで厳しい状況が続きそうです。なので、今回はですね、まずは前回傷ついた艦隊、これを一度ドックに入れて、まずはヤマト含めて回復させましょうというところからになりますね。これをね、しっかり回復させて、で、まあ潜水艦でゲリラ戦を展開していくっていうね、ちょっといつものパターン回というのは出てくるんですが、まあちょっとね、そういう戦い方をしていかないといけないかなというふうに思っています。で、そういう関係もあってですね、最初に潜水艦を6隻作りました。で、その他作る余裕がないんですが、飛行機もですね、24機かな、画面の下に出ている鉄アルミがもうカスカスだと思うんですけど、これは潜水艦6隻と飛行機24機だったかなぐらいを作った結果です。なので、まあ、この状態でね、一旦進めていきましょう。で、傷ついた艦隊は一度日本に戻しています。トラック沖に展開している飛行機を戻す？もうトラックを放棄するっていうのも手だよな。こんだけの飛行機があればだいぶ楽になるんじゃないのって感じはするけどね。冷戦、水星、まあ、銀河とかはね、まあ、ちょっとどこに置いとくのっていうのはあるんですけど、トラック置きを放棄するかどうか、あるいは守るのかどうか、まあやっぱり一番の目標は、どうしてもこの南シナ海になるんで、南シナ海をね攻略しないことにはちょっと話にならないというとこなんですよね。なので、まあしっかり南シナ海をね、まずはダッシュするというところからなるんですが、お金もないし鉄もアルミもないね。それにしても艦隊の方ちょっと見ておきましょう。第一艦隊がまだ損傷が3隻残っちゃってるね。で、第6艦隊は潜水艦隊になってるんで、これ、日本にいた、未配備艦の中から潜水艦ですね。これをかき集めて、第6艦隊として編成したので、これを一旦沖縄に入れましょう。で、沖縄から、南シナ海を狙うという動きになると思うので、沖縄に残している空母艦隊ですね。これに航空機を配備していきましょう。フルフルに搭載をやっぱしていってあげたいんでね。爆撃一機だもんな。ちょっと一機ってひどいものがあるよね。ちょっと待ってね、そもそも搭載可能数がもうカツツカツだな。これもマジか、軽空母だもんな。いや、どうにもならんぞ。沖縄に飛行場を作りたいけどそんな金もないしね。
いやー、なかなか厳しい戦いだな。艦隊戦が始まるぞ。いや大丈夫ですね。もうドキッとしちゃいますね。お、潜水艦がさらに6隻入ってきたかな。となるとまずは艦隊で、新規編成していきましょう。第7艦隊というところに未配備艦から駆逐艦が1隻混じり込んでたね。なのでこれで第7艦隊として潜水艦隊を入れて、第1艦隊に未配備艦から駆逐艦1隻、まあ1隻とはいえ増強してあげるしかないからね、増強してあげます。で第1艦隊はまだ損傷が3隻。いやー、なかなか治らないねこの辺りは。まあ鉄がないんでしょうがないと言われればそれまでなんですけど、そうすると技術投資をしておきます。まあどうせお金の使い道ないんで。まあ、トラック置きは放棄せざるを得ないかな。まあ、飛行機だけ残しとくっていうのもナンセンスなんで、いやでもな、トラック置きキープできるならキープしたいよな。ここの葛藤が難しいな。頑張って残すのか放棄するのか。いや、沖縄に飛行場がない以上は一旦トラック置きはこのままにしましょう。トラック置きに進行してきたか。まあ想定の範囲内ですね。はい、というわけでね、トラック置き、防衛に失敗というところですね。まあここは覚悟はしていたので仕方がないですね。まあ本土を防衛しつつ反攻の機会をしっかり伺いましょう。戦果としては駆逐艦2隻を撃沈してますが、味方は飛行場3つが壊滅、航空戦力も全てに喪失という形ですね。トラック置きやっぱり飛行場引き上げておくべきだったのかなっていう感じはしますが、一応ドイツ軍はバルト海の攻防戦は勝利はしたようですね。まあ言ってもドイツ軍潜水艦隊第2艦隊健在という感じかな。第3艦隊からは駆逐艦ソトス失ってるようには見えます。まあドイツも生き残れるのかどうかと。さあ作戦目標ですね。まあここはもちろん南シナ海です。1ヶ月で南シナ海が攻略できるとは到底ちょっと思えないんですが、そうか沖縄だな。沖縄に
輸送船配備しよう。と言っても金だけか。沖縄で取れるのは欲しい鉄アルミはないんだな。この状況を打開するために南シナ海を奪い取ろう。敵の飛行場の位置もよくわからないんで。南シナ海取れればまだまだ戦えるぞというところにもねなってくると思うんで、まずは敵の艦隊がいましたね。飛行場は3つ確認してます。航空隊発艦、航空隊発艦、了解了解。さあ敵の爆撃。
確認してるよ。ここで雨か。航空隊着艦。航空隊着艦。潜水艦隊がね、うまいこと敵を仕留めてくれれば勝機は十分にあります。航空隊画面奥から迫っているのが味方の潜水艦部隊ですね。ちょっと団子になっちゃってるんで、これうまいことね返していかないといけないですね。味方艦隊より入電、潜水艦大破。味方艦隊より入電、潜水艦沈没。味方艦隊より入電。まだまだ雨が降ってる。第一艦隊はここで砲撃で一気に仕留めよう。潜水艦沈没。味方艦隊より入電。こらえてくれ潜水艦。潜水艦沈没。この空母フォーミダブル、これ沈めてほしいな。潜水艦が、潜水艦の攻撃目標を変えたい。よし、第一艦隊の攻撃目標を基地攻撃に切り替えます。で、潜水艦隊は引き続き敵の空母、これを付け狙ってもらう。第2艦隊はおそらく動けなくなってる艦艇がいるな。となると、一番南の飛行場まで行くのは無理なんで、真ん中の飛行場に変えましょう。攻撃目標で、敵の方は爆撃機が飛んできてる。なんとかしのいでくれ。航空隊発艦。航空隊発艦。潜水艦の方は空母を仕留めることはちょっとかなわずというところかな。航空隊発艦。ちょっと待ってね。第一艦隊からはヤマトがダメージ出てるな。
ヤマトが沈むときついけど。仕留めきれずだね。まあしょうがないで、これは。で、飛行場の方は攻撃を与えていっていると。潜水艦がさ、今更大破する要素あるの？味方艦隊より入電、航空隊着艦、航空隊着艦、航空隊着艦、了解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 。なんとかこの南シナ海今回で奪いたい。もうその鉄がないので傷ついた艦隊を直す余裕はもう正直言ってない。あとは敵の飛行場にどれだけダメージを与えられているかですね。夜になったので味方の戦力はちょっともう航空戦力は使うものにならなくなったので今のうちにすり寄りましょう。了解了解。第二艦隊足が遅いのはおそらくなんですが、ああでも長門も25キロまだ出るか。ってことは、この第二艦隊は、敵の真ん中の飛行場に近づけましょう。で、第一艦隊の方はというと、こここそなんか足が遅くなってる？いや、足が遅くなってるものはいないね。であれば、一気にこの夜のうちに2つの飛行場を破壊しちゃいましょう。了解。航空隊。トラック置きさえ確保できれば、まあ、あるいは鉄の確保がねできるようになるんで、航空隊着艦。そうよ、夜のうちに攻撃するよ。ヤマトは攻撃できてるの？ヤマトから撃ってくれればもうちょっとねザコザコ減らしてほしいんだけど。第二艦隊の方も攻撃を始めている？始めてはいるね。まあもちろんヘリは浅いかなって感じはするけど。そしたら第二艦隊は一度退避しよう。もう夜が明けてしまうんで。
よし、工場破壊したね。そしたら第一艦隊も一度退避します。敵飛行場撃滅。ちょっと待ってね、今雨降ってるけどこの雨がいつまでかっていうのはわからないんで、やっぱ一旦回避だな。雨が止んだら航空隊を発艦させます。あと 1.5 飛行場ですね。いや、この雨のうちに攻撃したいけどな、ちょっと危険だよね。いやー、この雨のうちに本当にはめたかったな。さあ、雨は止んだね。了解。まずはこの真ん中にあるこの飛行場ね、これを破壊しちゃいましょう。ここは航空隊をさらに出します。夜間の砲撃戦では一番北にあるところだけ攻撃できるぐらいまで、昼間の航空攻撃によって真ん中にある敵の飛行場、これを削り取っておきましょう。まあ、敵のね、艦隊戦力はもういないのは明らかだと思うので、航空隊発艦。それにしても航空機の戦力も弱いね。了解。了解。了解。味方艦隊より入電。航空隊着艦。さあ、夜にそろそろなるので。了解。ちょっと思ったより戦果は出ていませんが、艦隊を敵基地に突入させましょう。航空隊着艦。もう一回攻撃できる？航空隊は。できなきゃできないのでいいので、この夜のうちに南シナ海絶対に取りましょう。これで夜になりましたね。航空隊着艦。了解。了解。
ちょっとこの夜の時間もったいないぞ。しっかり砲撃して終わらせよう。やっぱりさっきの雨の時に思い切った攻撃をしておくべきだったのかもしれないですね。今更なんで。もう一度明け方に雨が来た。天運とも呼べる雨だ。宇垣さん、宇垣さんの死は無駄にしない。この南シナ海を奪取すればまだ戦局はね維持できるんで。では第一艦隊はもう一つの飛行場に向けて攻撃をしながら進みましょう。だこの飛行場からは特に何も起きてこないってことは、これ作りかけだな。まだ完成してなかったのかかな、少なくとも航空戦力がこっから飛び出してくる感じはないですよね。よし、これで洋上海上からの艦砲射撃で仕留めよう。いやー、揚陸艦の一隻でもあればここをね守備するための基地を確保できたんですが、まあしょうがないですね。まあ双方の損害確認しておきます。まずは日本軍の方からは、第一艦隊から軽巡洋艦一隻がこれ、撃沈されていますね。で第二艦隊からは駆逐艦が5隻撃沈、第6艦隊からは潜水艦が6隻撃沈されてます。一方敵艦隊の方は、どうだろうな。まずは空母、それに軽巡が 1,2,3,4,5,6,7,8、 まあまあという感じかな。しかも敵はイギリス軍でしたね、アメリカ軍じゃなくて。沖縄の守備、日本の守備、まあ、この辺りかな。さあようやくだ。ちょっと待って、マレー沖はどうなってる。マレー沖、輸送船配備で、もちろんね、もう大事な大事なこの南シナ海だよ、南シナ海、ここに輸送船を配備しよう。輸送船がないんだな、輸送船が作れないなんてことだ。となると一旦沖縄の輸送船を全部なくそう。お金しかどうせ取れないんで。今欲しいのは鉄なんです。日本もどうせ鉄取れないんで、一旦輸送船を半分ぐらいにしちゃって、これを全てこの大事な大事な南シナ海に配備しよう。いや本当このやりくりだな、というところですかね。ではちょっとねだいぶ長くなってしまったので、今回はじゃあここまでにさせていただいて、日本の大反攻作戦、開始していきたいというふうに思います。
はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。